It's now time to open the meet, uh, the uh, webinar regarding the cardiac amyloidosis lead with the expert in Japan. Uh, it's my pleasure to uh, have that kind of meeting and webinar in Japan in collaboration with the American Society of Nuclear Cardiology. Uh, this is the first time that we have the collaboratively performing the webinar uh,

実はお集まりいただき誠にありがとうございます。今回 米国の、え、米国心臓閣医学会と、え、日本の日本心臓閣医学会が共同で、え、カーディアックアミロイドースリードビゥエキスパートインジャパンというのを開催させていただくこうとになりました。え、大変名誉なことだと思っております。今お話し,しました通り、え、新アミロイドースというのは非常に、え、最近はだんだん分かってはきていますが、まあ、アンダーダイアグロス、まだ診断を受けてずに、受けずに待っている患者さんが非常にいる疾患でございますので、え、今回の、え、ベビナーを通して、早期診断、 レッドフラッグ、正しい診断法、ピットフォールなどを学んでいただければと思います。で、今回、ご講演いただくメンバーとして、まず、あの、プログラムディレクターに、東海大学の橋本先生になっていただきました。で、プレゼンターとして、初めにご講演いただくのが、高知大学の久保先生でございます。で、その次に、熊本大学の辻田先生に、 プレゼンテーションしていただきまして、その後、私、工藤が、イメージングのピットフォルトについてお話しさせていただきたいと思います。また、コメンテーターとして、日本大学、日本心臓科学理,学副理事長の松本直也先生と、東北大学の基礎啓介先生をお招きしておりますので、最後のところでコメントを求めたいと思います。少しシェアのスライドを出させていただきます。よいしょ。共有。 え、見えておりますでしょうかえ、このような形で供養を行わせていただきます。え、今回の、え、ウェビナーは、え、米国心臓核医学が中心となって行っております。え、米国のファイザーの方から、え、資金的な支援は起きているということですが、え、今回、あの、ビデオレコーディングされております。後日、あの、 オンデマンドで見ていただくこともできます。で、これあの CE、CME は得ることはできませんが、これは日本はあまり関係ございませんので、今ご紹介したメンバーでお送りさせていただきます。まあ大体こういう進行なんですが、実際ここにはあの一人頭15分と書いておりますが、実際には20分程度お話して、20時30分にはすべて終了する予定でございます。またあの、アスニックのホームページに行ったり、アスニックとあの、 携帯で調べると、こういうあのアプリが見つかります。非常に情報が載っておりますね。皆さんご,ご,んご覧ください。特にアミロイドオスについては、こういうえプラクティスポイントが載っております。えー、今回、こういった、えー、セッションは、えー、今回は日本心臓核閣議会、まあ、他にもいろんなヨーロッパや、えー、ラテンアメリカなどでもこういったシンポジ、ウ、え、ェ、ー、ビナーを行っております。アスニックメンバー、こういったところでございます。最後の方にまた見せますが、ぜ、ま、ひ、あ、アスニックに参加いただければ、また日本心臓核医学会にもご参加いただければと思います。アスニックで 他にもいくつかのウェビナーを計画しているようですし、今年もアスニックのセッション、年次総会が行われますね。ぜひご参加ください。ということで、最後になりましたらサーベイがございますが、その途中で、これ、途中で質問がポップアップいたします。そこにあの、 1,2,3,4とか質問が出てきますので、そこに答えていただければと思います。また、えー、っと、画面は共有は終わってますね。また、よいしょ。 すいません。え、また、え、下の方に、画面の下の方に Q&A というボタンが視聴者の皆さんございます。あると思います。そこを押していただきますと、エンジャに質問ができるようになっておりますので、まあ皆さん全部答えられるかどうかはわかりませんが、ご自由にその Q&A のところに入力いただけますと、プレゼンターの方に見えるようになっておりますので、ぜひ積極的にコメントを入れていただければと思います。それでは、最初の 発表に移らせていいいたただきたいと思います、えー、高知大学の久保先生の方からまずはご発表をいただきたいと思います。えー、それでは久保先生よろしくお願いいたします。私の方はミュートいたします。はい、えーと。工藤先生、ご紹介ありがとうございます。えー、皆さん、こんばんは、えー。高知大学医学部老年病循環器内科学の久保と申します。えー、それでは、えー、とスライドを共有させていただきます。 えっとスライド見えておりますでしょうか。はい、ありがとうございます。えっ、ー、と私からは今日あのトップバッターとしてですね。えっ、ー、とオーバービュー、オブカリアクアミロイドーシスということで。えー、総論的なお話と。それから、あ、このテクネシウムピロニン酸シンチグラフィーの有用性というところで、お話しさせていただきます。えー、よろしくお願いします。えー、こちら C. O. I. になります。えー、新アミロイドーシスの診療が大きく変わってきています。 特に野生型トランサイレチン・新アミロイドウ質の診療が変わってきました。この理由には、診断には組織整形が必要でありまして、特に高齢者であれば、侵襲的な心筋整形まで実施することが少なかったこと、それに対して、診断ツールとしてテクネシウム・ピロリン酸シンチグラフィーの有用性が確認されました。次に、従来は希少疾患というふうに考えられてきたわけですけれども、 現在では高齢心不全の患者さんの重要な疾患と認識されるようになりましたそして従来対症療法しかなかった状況から疾患特異的治療が利用できるようになったとそういうわけです海外ではテクネシウムピロリン酸シンチグラフィーとともにテクネシウム DPD シンチグラフィーが行われています日本では多くの施設でこのピロリン酸シンチグラフィーが使用されているわけですけども 非的にシンアミロイドーシス特にトランサイレチン型タイプの新アミロイドーシスを検出するにおいてその有用性が高まってきました事件例を示しておりますが野生型の場合も遺伝性の場合も同様に心筋への集積が認められますこのようなシンチグラフィーを使用することで普段の循環器診療の中に実は トランサイレチン型シンアミロイド質シスの患者さんが潜んでいるとの報告がされるようになりました。こちらの研究では、60歳以上で差し屈出率が50%以上のヘフ・ペフで入院となった患者さんのうち、壁飛行が12ミリ以上あった164名の患者さんで検討されています。最終的に120名でテクネシウム DPD シンチグラフィを実施したところ、16名、 全体の約13%にシンチグラフィーが陽性でして最終的に野生型トランサイレチン ATTR タイプのアミロイドーシスと診断されていますまあ現在多く入院しますこのヘフペフ患者さんに少なからずトランサイレチン型シンアミロイドーシスが存在しているということが意味し意味しておりますシンアミロイドーシスが稀な疾患との認識を改める必要が出てまいりました 同様の検討は、重症の大動脈弁狭窄症患者さんでも行われています。サージカル AVR を施行した患者さんでは6%、そして軽家庭テ,テル的なタビを施行しました患者さんの16%に ATTR アミロイドーシスが含まれていたとの報告があります。また重要な点は、アミロイドーシスは進行性の疾患になります。こちらは海外からの報告ですけれども、 野生型トランスアレチンシンアミロイド質患者さんの生存率を示したものですが5年生存率が35.7%と低いことが分かっています野生型 ATTR 新アミロイド質患者さんの予後を示した我が国のデータはほとんど存在しておりませんでしたので10日で診断しました70名の患者さんのうち2年以内の短期フォローアップ患者さん23名を除いた47名 の予後についてて検討ししみました結果ですけども全死亡のカプラン・マイヤー曲線はこのようになっておりまして2年生存率が 68%5 年生存率が34%と先ほど提示した海外のデータと同じような結果でした。 このような進行性の疾患に対しまして2019年3月より我が国において疾患特異的治療としてタファミジスが使用できるようになっております。それはこちらのトランスサイレチン型新アミロイドーシス患者さんを対象とした第3相国際共同試験の結果からになります。タファミジス東洋群ではプラセボ群に比べまして全死亡が優位に減少したことが示されました。 え、1>, 1年半1。8ヶ月くらいから生存率に広がりが出てきているのがわかります。え、このスタディでは nyh1。および2度の患者さんではあ、死亡、そして心血管事象による入院も優位に減少させていますえ、一方で n y h 3度の患者さんでは死亡の優位な改善は見られていません。まこの研究結果からはあ、本性を早期に診断してえ、治療介入を開始することが重要と考えます。 このような状況を受けまして、日本潤化器学会より、昨年3月に新アミロイドーシス診療ガイドラインが公開されました。アミロイドーシスによる臓器障害において、心臓への障害を示すものは、おおよそこの3つのタイプとなります。AL アミロイドーシス、野生型のトランサレチン ATTR アミロイドーシス。 そしてこれは ATTR に野生型であるワイルドタイプとつけて ATTRWT と記載されます。そして遺伝性のトランスアレチンアミロイドーシス ATTR バリアントで ATTRV というものになります。それでは、新アミロイドーシス診療ガイドラインに記載されております、新アミロイドーシスの診断手順について説明します。 先ほどの図を拡大しますとまずは新アミロイドーシスを念頭に置くべき患者さんですけども原因不明の心不全そして原因不明の心肥大また先ほどのように大動脈弁狭窄症の一部の患者さんに ATTR タイプが存在していると言われますそして伝動障害の患者さん次に心臓検査所見を確認することになります特に心心電図と心エコーは、 ルーチン検査として実施すると思います。それではここでクエスチョンを用意しました。新アミロイドーシスを強く疑う心電図所見は次のうちどれでしょうか ?1、STT 変化を伴う抗電位2、四肢誘導の停電位3、PQ 時間の短縮いずれでしょうかお答えください。 えとありがとうございます。回答いただきました。えー、四死有度の低電位が85%とおー、皆さんご回答いただきました。ありがとうございます。えー、答えはあ皆さん、えー、正解になります。それでは次に進みますが、はいえー、こちらあ、赤字で記しました四死有度の低電位が 特徴的なな心電図見となります他には胸部誘導 V1 から3誘導での QS パターン心房細動や刺激伝導系障害心室性の不整脈が上がりますまた心栄光図検査では心室壁の飛行これは右室の飛行も含まれますそして心房中核の飛行心膜液の貯留著,著しい心室拡張の障害よくリストリクティブパターンとも呼ばれます そしてアピカルスペアリング、こういった特徴が心臓アミロイドシスには見られます。アピカルスペアリングパターンについて少し触れておきたいと思いますが、心アミロイドシスでは、心エコー検査で、心線部の壁運動が比較的最後まで保たれることが報告されておりまして、アピカルスペアリングパターンと呼ばれます。こちらの図は、スペックルトラッキング法で解析した図になりますけれども、円の外側を表す心基部の壁運動低下に比べて、 心線部、えつまり円の中心のロンジチュディナルストレインが保たれていることを示しています。えそれでは実際の ATTR 新アミロイドーシス患者さんの心臓所見を提示します。え心電図では四四誘導で著名な電位の低下低電位が見られます。えまた V1 から4誘導ではプア R プログレッションが見られます。 心栄光検査を見てみますと、心室壁の飛行があります。このように心室壁の飛行があるにもかかわらず、歯子誘導の低電位があれば、積極的に新アミロイド質を疑うこととなります。まあ、この心電図、エコー検査所見はかなり典型的な所見ではありますが、この患者さんはすでに病状が進行してしまっている患者さんでした。 先ほど述べてきました心電図の所見、そしてこれらの心栄光所見になりますけれども、必ずしもこれらの典型的所見が揃うわけではありません。心アミロイドーシス患者さんの病初期、そしてトランスアレチン型においては、ある程度進行していてもこれらの所見に乏しいということが分かっています。例えば心電図初見ですけども、 低電位を挙げますと、まあ、このようにですね、低電位の頻度は多いものではありません。トランスアイレチンタイプでは4割程度にしか見られない所見です。新エコーで新肥大があるためにあるのに心電図で低電位があると、その場合は新アミロイド質である可能性がかなり高くて、ま特、あ、異度の高い所見ではあるわけですけれども、一方で、えー、検査の感度としては高くありません。 つまり、獅子の低電位がないからといって、新アミロイドウスが否定されるわけではありません。それでは、次のクエスチョンです。新アミロイドウスを強く疑う心臓所見は次のうちどれでしょうか。1つ目がアキレス腱飛行、2つ目が比較血管腫、そして最後が手根管症候群になります。いかがでしょうか。お答えください。 はい、お答えありがとうございます。85%の方が足根幹症候群というふうにお答えいただきました。ありがとうございます。正解は3番のカーパルトネルシンドロームということになります。それでは次のスライドに進みます。 ガイドラインの新アミロイドーシス診療アルゴリズムに戻りますがこの可能な範囲で先ほどクイズにも出しました心臓外症状を確認することが重要ですここに記載してありますように手根管症候群や脊柱管狭窄症そして拒絶舌が大きい、まあ、そういった症状です拒絶は AL アミロイドーシスで見られる所見になります 現在、その頻度が急激に増えてきている野生型のトランスアイレチンシンアミロイドーシスでは、手根管症候群や脊柱管狭窄症の治療歴などが重要となります。野生型トランスアイレチンシンアミロイドーシスでは、手根管症候群の起用を有する症例が4割から5割と高い頻度で見られます。また、両手、両足の場合は特に疑いが高まります。 手根症候群の症状が先行することが多くてその後、発症から、手根管症候群の発症から野生型トランサイレチン・新アミロイドーシスと診断されるまでの期間が平均6.9年という報告があります。このように手根管症候群の有無を確認することは本性を疑う際に極めて重要となります。別のの患者ささんをを示ししまますす歳の女性でで息切れれ受診をされました 心栄光検査では心筋の飛行が目立ちます心電図では同調率で厳密に言いますと低電位ではありません一方で完全右脚ブロックの電動障害が見られますこの患者さんアミロイドオスを疑ったきっかけとなったのが手を見せてもらうと両手の母子球筋が萎縮しておりまして両手に手根管症候群がある状況でした 最終的に野生型トランスアレチン新アミロイド質と診断されました。それではガイドラインの図に戻りますが、新アミロイド質の疑いがあれば、次にどのような検査に進めばいいでしょうか。一つは AL アミロイド質を診断するための方法で、M タンパクの評価を行います。特に血清フリーライトチェーン、スリラム f l c は感度が高くて、この検査が陰性であれば、新アミロイド、AEL アミロイドシスはほぼ否定的と考えられます。また、もう一つの検査として、トランサイレチン型新アミロイドシスを念頭に置いたテクネシウムのピロリン酸シンチグラフィーとなります。こちらは定量的な方法で検討されていますが、ハートコントララテラル比が1時間後の撮影で1.5を超える場合は、ATTR アミロイドシスの診断感度が87%。 得意度が100%と報告されています。こちらの論文は、この新チグラフィーを用いて ATTR 新アミロイド質の診断感度が99%、得意度が86%を報告しております。この新チグラフィーを使用することで、組織政権がもはや必要ないのではとの提案を行った論文です。得意度が86%とやや低下する主な理由は、 AL アミロイドーシスの一部にこの骨神チグラフィーが陽性となる例が存在するためです。そこで、AL アミロイドーシスの検出感度の高いフリーライトチェーンを測定し、AL タイプを除外することで、組織政権なしで ATTR 新アミロイドーシスの診断に結びつきようとする方法です。ただし、昨年3月に我が国で公開されました新アミロイドーシス診療ガイドラインでは、 デフィニット診断を得るためには病理検査所見が必要となっていますそれでは最後のクエスチョンです次の患者さんのうちトランスサイレチン型の新アミロイドーシスがあるのはあどの方でしょうかあ、ちょっとあれですね質問がかぶって図が見えないかもしれないですがどうでしょうよいしょ 症例1は、60歳代後半の女性です。遺伝性の ATTR アミロイドオシスの家族歴があります。症例2は、70歳代後半女性です。手根管症候群の手術検体からトランスサイレチンが同定されました。症例3は、70歳代後半の男性です。老作時息切れで受診されました。それぞれの心栄光を検査はご覧の通りですけれども、 まあいずれのケースもトランスアレチン型の新アミロイド質スを持っていてもおかしくない状況下にありまして、なんとなく心臓肥大があるようにも見えます。ATTR 新アミロイド質スを疑うわけですけれども、まあ、従来であればあこのまま心筋整形に進むかどうか迷っていました。さあ、ここで、えー、クエスチョンです。Which patients haveATTR d i ィア amyloid o s ル s どの患者さんが ATTR のアミロイド質スでしょうかあ症例1、ケース1。 症例2、ケース2、そして症例3、ケース3、いずれでしょうかそれではあお答えください。Please answer the question. はい。はい、ありがとうございます。 えーと2番を選ばれた方が多かったわけですね。つまり、手根管で、えー、TTR の組織が出たということですね。ねありがとうございます。えー、それではあ答えにい参りたいと思います。えーえー、そこで、マシンキン政権にいきなり進むわけではなくてですね、このテクニシウムピロリン酸シンチグラフィーを施行しました、えー。そうしますと、 症例3のみが陽性でした。症例1と2は現時点では新アミロイドー質の合併はないというふうに判断しまして、ただその後のフォローアップは必要ということでフォローアップとしております。症例3については心筋整形に進みまして、最終的には野生型のトランスアリチン新アミロイドー質と診断できました。まあ、このテクニシウムピロリン酸シンチグラフィーを使用することで、 効率的に診断に結びつけることが可能となったケースになりますテイクホームメッセージです心不全や不整脈患者さんにおいて心アミロイドーを認識して対応することが重要となりますまたトランスアレチン型心アミロイドーの非侵襲的診断ツールとして感度得意度の極めて高いテクネシウムピロリン酸シンチグラフィーは有用と考えます以上です。ご清聴ありがとうございました はい。えー、久保先生、えありがとうございました。えー、それでは、えっ、ー、と、もし、オーディエンスの方から質問があれば、あの、下のところにですね、Q&A のところが、ポチッと押すとこう、Q&A が、あの、入力できるようになってるんですけど、今のところ入力はないようですが、えー、今、どなたか入力する方がいらっしゃれば1、一人、問ぐらい質問、答えできますが、ちなみにちょっと、じゃあ、私から一つだけ、あの、最後の質問、最後の問いは、あの、 主根管はあったんですけど、結局、ケース2は心臓なかったというのは、やっぱり主根管があっても、2ATTR があっても、えー、心臓には行ってないという症例は、やっぱり逆にそ存在しているというふうに捉えてよろしいんでしょうかありがとうございます。あのー、これ2つの解釈がありまして、1つは、 えとまあ、部分的なトランスタイレチンの腱のみに蓄積したもので、まあ、あくまでも全身性のトランスタイレチンアミロイドウイスではないという患者さんが一部含まれていると思います、それからもう一つの可能性は、今の時点では手根管だけにきておりますが、今後、数年したところで、心臓にトランスタイレチンアミロイドウイスが発症してくる、まあ、そういった可能性かと思いいますはい、ありがとうございます。 今のところ皆さん質問ございませんようですが、あの、またあの、えっ、ー、と、あの、発表、あの、ご講演の途中でも入力していただけますと、後でこっちであの、見ることができるようになっておりますので、最後に、え時間が残る、残りましたらおそらく残ると思いますので、そこであの、皆さん、えご質問に答えることができると思いますの、ね、で、あの、ぜひ積極的に、特にあの、あの、今発表してるよりも前のご発表の内容についても質問結構ですので、質問を入力していただければと思います。 思いますそれではとりあえず久保先生のご発表ご講演を終わりにさせていただきまして次辻田先生のご講演ご発表に移らせていただきたいと思いますそれでは辻田先生よろしくお願いいたします私の方はミュートにして画面を切らせていただきますはい工藤先生ありがとうございます えー、私の方からはですね、えー、今、あの大変詳しく久保先生の方から「新アミロイドシス ATTRCM とは何か」というお話をいただきました、えー。私の方からはこの診断の過程でですねとても重要になってまいります。 ピロリン酸心筋神経神を日常臨床においてです、ね、どのように活用するか、どういう人に対してピロリン酸心筋神経神を積極的に考慮し、施行していけばいいのか、そしてまた先ほど話題になりました手根管症候群陽性例でどのようなフェーズで,です、ね、心臓に ATTRCM が出てくるのか、そういったことに関する我々のおのデータを共有させていただきたいと。 いうふうに思っておりますよろしくお願いいたしますえ私の主要愛でございますえですのでえ本日私のアジェンダといたしましてはピロリン酸心筋診治を行うべき患者さんの特徴そしてその抽出方法それからあ手根幹症候群の ATTRCM 診断における重要性とそのナチュラルヒストリーそれから 3番目にですね、日々、我々が行っておりますタビですとか、あるいは心房細動、心房鎖動アブレーションのプランニング CT において、どのようにこの ATTRCM の潜在を疑うかということ、そして最後にですね、非常にまれな症例ですが、前立腺カルチのフォローアップの骨神地において AT、ATTRCM をディ,テクトディテクトできた症例、これを狂乱させていただきたいというふうに思います。 まず先ほどですね久保先生から北岡弘明教授を中心にまとめられました我が国の国内のですね ATTRCM のガイドラインをご紹介いただきましたそこで私の方はですね欧州心臓病学会が提案しておりますこの ATTRCM の診断から治療に対してのポジションペーパーを少しご紹介させていただきたいというふうに思います これがですね、このポジションペーパーに載っております、新アアミロイドシスの診断アルゴリズムでありますご覧のとおり、診断の中枢にはですね、今日のテーマであります、ピロリン酸心筋認地と、エーロアミロイドーシスを診断するためのさまざまな血液学的な検査、この2つのですね、重要な診断スキームが提示されています。例えば、この ヒロリ心筋神経神をはじめとする骨神地において骨神地が陽性そして血液学的な所見が陰性これは強く ATTRCM を疑うというスキームになるわけであります一方で骨神地は陰性グレード0血液学的検査でエイロアミロイドシスを示唆する所見ありということになりましたらエイロアミロイドシスを疑って 心臓 MR をはじめとする各種画像診断そして確定診断に移行するというこの2つの大きなスキームがありますそうすると今日ご視聴の先生方は日常の臨床の高齢者心不全や高齢の左出肥大の患者さんに対してこの骨神地を行うか否か、まあ、この判断が日常臨床においては、まあ、大きなステップになるなということをお感じになられるかと思います このポジションペーパーにおいても、新アミロイドーシスをシジサジェスティブな示唆する患者さんにおいては、この骨神地を行いなさいという推奨がなされているわけです。しかしながら、ですねそもそもこの新アミロイドーシスシサジェスティブ、こういう人はどんな患者分かということが非常に難しいわけです。このポジションペーパーにどのように記載されているかというと、この疑うべき患者さんは、 LVH が12ミリ以上の左出壁飛行がある患者さん、まあ、これに加えて、このクリニカルシナリオの中の1つ以上のレッドフラッグを持っている患者さん、まあ、これがピロリン酸神経新地の適用患者だというふうに書かれている。では、このクリニカルシナリオ、どんなものがあるかというと、ここに羅列したような高齢者心不全、大動脈弁狭窄症、LVH がある。 にもかかわらず血圧が低い、感覚障害、末梢の神経障害、タンパク尿、皮膚所見、そして手根幹症候群、腱板断裂、ま様、あ、々な所見が並ぶわけです。私が思うには、このレッドフラッグの多さ、そして複雑さ、これがやはりピロリン酸心筋心臓すべき患者さんを逃してるなあというふうに感じるわけであります。 つまりこのピロリン酸心筋新長をはじめとした骨新長を行うべき、新アミロイドウシスを示唆すべき患者さんの抽出が、これが日常臨床においては一つの大きな診断の障壁になります。そこでですね私どもの施設では、今現在、新アミロイドウスの診療のリーダーであります高潮助教を中心として、この ピロリリン酸神経新陽性患者ををを抽出するクライテリアを構築ししよううといい挑戦を行いました2012年から2018年までの私どもの病院でピロリン酸心筋新地を施行し陽性であった181名の特徴は何かという検討でありますではこのピロリン酸心筋新地陽性例と相反する陰性例どんな患者さんかと いうことで、ピロリン酸心筋新陳ネガティブの臨床診断をお示しいたします。と、4分の1が肥大型心筋症20%強が大動脈弁狭窄症6%が al アミロイド率まあ、こういうですね。対象群ということになります。つまり、こういった対象群と比較をして、ピロリン酸心筋新陳情性例の臨床的な特徴は何かという挑戦でありました。 そこで、えー、私どもの目標は一般のかかりつけの先生方が試行可能でかつピロリン酸の陽性例を抽出するできるだけ簡便な指標を見つけようということに特化をいたしました我々が見つけた一つ目のカットオフを持った指標がこのハイセンストロポニン T 高感度トロポニン T でありますこの高感度トロポニン T が ピロリン酸神経新地陽性を最も良好に識別するカットオフバリューが0.03でありました。これは臨床的にはほんのわずかにトロポニン T の値が上がっているという程度であります。もう一つ臨床的に簡便なのが新栄工場の差質の厚み、公壁の厚みであります。これに関してはベストカットオフバリューが13.6ミリでありました。そこで 私たちは、このピロリン酸心筋心地陽性例を抽出する最も簡便なクライテリア、熊本クライテリアと命名させていただきましたが、3つパラメータを抽出いたしました。先ほど申した、高感度トロポニン T0.03 以上、新栄光上の公壁の厚みが13.6ミリ以上、そして、心電図上の QRS 幅が120ミリセック以上、 これらの3つの項目をそれぞれに1点ずつ付与して、スコアを0、1、2、3と4分類することにいたしました。例えば、右に示すような患者さん、トロポニン T0.06、心電図上の QRS の幅が162ミリセック、そしてエコー上の公壁の厚み、ここが19.2ミリ。まあ、こういった患者さんでは、熊本クライテリア満点のスコア3と、 ということになるわけであります。では、それぞれの熊本クライテリア0、1、2、3の中で、まあ、どれぐらいのピロリン酸菌菌菌地陽性率があったかをお示ししたいと思います。えー、私どもの陽性例181名のうち、0点、熊本クライテリア0点ですと、陽性率わずか13%、1点で21%、これが 2点になりますと陽性率急増いたしまして63%。3点ではなんと96%ということで、まあ、明らかに陽性率に敷値があるとすれば、この1点と2点の間に敷値があるなということを我々は明らかにできたわけであります。従いまして、我々が先生方に提唱できる ATTRCM 抽出の新しいダイアグノスティッククライテリアとしては、この 熊本クライテリア非常に簡便であります2点以上の患者さんではぜひピロリン酸心筋神地骨陣長を行っていただいて ATTRCM を抽出していただきたいというふうに思っております一方で熊本クライテリア0点1点では、まあ、積極的にピロリン酸心筋神経神を行う必要はございませんがここにもわずかながら ATTRCM が隠れておりますから、まあ、ここをですねどう今後 抽出していくか漏れなく診断をしていくか、これは今後の臨床課題だなというふうに思っております。では逆にですね、この熊本クライテリア0、1、2、3が我々の日常臨床の中にどれぐらい存在しているかを後ろ向きに検討をしてみました。2019年の4月から10月まで私どもが心電図、熊本クライテリアの項目ですね、心電図、心エコー、 採血上の高感度トロポニティ、これらの3つを取った70歳以上の高齢者438名のうち1点、0点つまり積極的にはピロリン酸心筋認知を考えなくて良い人たちが90%おられました私たちが今ピロリン酸心筋認知をぜひ行ってくださいと推奨している2点、3点の患者さんが10%でありました。 それぞれの点数の中での ATTR-CM の存在頻度を示しいたします。熊本クライテリア2点のうち ATTR-CM の患者さんは46%です。3点の人ですと90%が ATTR-CM です。一方で0点では0.4%、1点では2%。この陽性率、診断率からしましても、 2点以上ピロリン酸神経ま値。これには妥当性があるんではないかなというふうに考えております。今後はこの0.4%、2%、をどのように抽出していくか。これが我々の臨床課題であります。では次に、久保先生も強調なさったこの手根管症候群の意義というものを話させていただこうというふうに思います。患者さんは 我々が診断をしている at trcm の患者さんでも、なかなかご自身から手根管症候群の起用や手術歴をおっしゃってくださる患者さんは少なをございます。ですから、先生方にはぜひ剣脈の時に少し患者さんのこの手首を両側見ていただいて、こういった手根管解放術の手術痕がないかなというのを、ぜひ見逃さずに見つけていただきたいという風うに思っております。 我が国におけるネーションワイドの ATTR アミロイド質のサーベイの結果でもイニシャルマニフェステーションとしてこの主根管症候群の存在頻度は20%に過ぎませんが最終的にですねアミロイド質の診断に至った瞬間の主根管症候群の診断頻度は45%です確かに私どもの循環器内科で ATTR ワイルドタイプ CM を診断した患者さんの中でも このカーパルトネルシンドロームの合併率は4。5%でありました。では逆にですね。手根管症候群の患者さんの要望はいかなるものかということで一昨年のジャックに結果が出ました。手根管症候群を持った患者さんの長期応募と手根管症候群のない患者さんの長期予防を見ていきます。と、アミロイドーシスの存在頻度で見ましても。 このように、手根管症候群のない人の死アミロイドの診断率と手根管症候群から見たその後の長期のアミロイド診断率こんなにも違うことが報告をされましたし心不全の頻度でもこれほどハザードレーションが違うということが報告をされました一例手根管症候群から見た長期予後の一例をご紹介したいと思います。 症例は64歳の男性でありまして、末梢のしびれが7年前に感じられてまいりました。そして4年前、手根管症候群の診断がなされ、2年前に手根管解放術が行われました。そこで、我々の前向きのです、ね、臨床研究として行っております、この手根管解放術時の 主根管滑膜の染色を行いましたそうしますと、ちょうど久保先生のラストクエスチョンにあった症例と同じように、その滑膜にはアミロイドの沈着が認められました。しかしながらこの時点では全く新症状、心臓のマニフェステーションございませんでしたので、我々はフォローしというふうに決めました。この症例は、両側の手根管症候群、それから腱板断裂、腰部の 脊柱環境削、あらゆる整形疾患を持った患者さんでありましたこれがその主根管の活膜の染色所見であります整形所見でありますヘマトキシリン、AOG ン染色で無構造の抗酸性物質が認められましたがその部分に混合レッドで染まるアミロイドの陽性が確認されたわけであります え、当科の心、当院の神経内科の上田光春教授が主催なさっているアミロイド診療センター、診断センターで面接を行っていただきますと、トランサイレチン陽性でありまして、トランサイレチンが主根管の滑膜にあるということがわかりました。では、この時に心臓はどうでしょうか心電図、ほぼ正常所見そして、採血を見てみますと、わずかな CKD と、 BNP はほぼほぼ正常です。わずかに BNP の上昇。それから、熊本クライテリアに含まれる高感度トロポニンティ。これも実はですね、正常ではありません。わずかに上がっておりますが、熊本クライテリアの0.03にはまだ届かないという状況でありました。そこで我々はエコーを追跡いたしました。3年前、2年前、1年前とご覧になっていただきますと、 この通り中核や後壁の厚みが年余にわたって少しずつ厚くなっているそして拡張障害も少しずつ拡張機能障害が出てきているけん制化しているということが年余にわたって分かりますではこの時のピロリン酸心筋進長はどのように年余にわたって変化をするかということでありますが3年前2年前1年前とご覧になっていただくと わずかながら少しずつでありますけども心臓へのピロリン酸のアップテイクが数値で見ましても1.15、1.26、1.33と少しずつ心臓への集積が出てきているなということが分かります心臓の MRI 初見も同様であります3年前、2年前、1年前と少しずつでありますがエクストラセルラーボリュームの ECV 値が上がってきネイティブ T1 値も少しずつ 数値が上がってくるということが分かりました。まあ、いよいよ、だんだんと心臓への沈着が認められましたから、この時点で、心内膜生検を行いますと、ヘマトキシリンエオジン染色で、心筋の脱落と、そして脱落部位に混合レッド染色陽性例が認められたわけであります。では、ここで先生方、ご視聴の先生方にクエスチョンです。ここに示します文章で、 新アミロイドオスの診断や自然歴において誤った記述はどれでしょうか ?A、えー、今日ご紹介したヨーロピアンのコンセンサスステートメントにおいてはグレード2、3といったピロリン酸神経神経におけるアップテイクの更新は ATTRCM の診断におけるスペクト上のゴールドスタンダードである。B、トランサイレチンアミロイドの沈着は 主根幹症候群の解放術時の滑膜に認められる。ウる。これが B です。C。QRS 幅の増大。後壁の厚みの飛行。それから、高感度トロポニン T の上昇。これらは、ピロリン酸心筋新地陽性例と関連が認められる。これが C。最後の D。 AL アミロイドーシスはピロリン酸神経新値の陽性をもって除外することができうる。これが D であります。いずれの記述が誤っているかお答えいただければというふうに思います。いかがでしょうか。それでは投票いただきたいと思います。はい。 多くのご視聴の先生方が、記述 D が間違っているというふうにお答えをいただきました。これは先ほど久保先生のお話にもありました通り、ピロリン酸神経新値、かなりセンシティブに ATTR ワイルドタイプ CM を抽出いたしますが、得意度はわずかに劣るという、この理由はまさに AL アミロイドウイスの中にもピロリン酸陽性例がやはり紛れてしまうと。 ですから、お答えは先生方、多くの先生方、お答えいただいた通り、D が間違っております。ありがとうございましたそうしましたら、最後にです、ね、後半はです、ね、あの大変、まあ、あの気楽にです、ね、症例を教覧いただければと思っております。先生方のご施設でも多くの症例に旅が施行されているかというふうに思います。 高校先生のお話にもありました通り、高齢者の AS の6%、そして旅の16%に ATTR ワイルドタイプ CM が隠れているということが報告をされています。ついつい旅前ですと、術者や主治医の目はこの A 弁に行ってしまいます。なかなかこの真勤をしっかり見つめてくれることがないわけです。そこで我々はこの CT に期待をしています。これは足袋のプランニング CT でありますが、当院で今、小田聖太郎先生が 積極的にこの旅プランニング CT を行ってくださっています。術者はどうしてもこの A 弁の状況、そしてバルサルバの状況、そしてベーサルリングのサイズ、まあ、こういったものに目が行きやすいわけでありますが、当科、当院ではこの心筋をしっかり見ていただいています。つまり、カルディアック CT、アウルティック CT に加えて、このマヨカーであるヨードエンハンスを見ていただいています。 この症例どうだったかということでありますが、心内膜下を中心に、ディフューズなレートの用途エンハンスメント、我々 LIE と称しておりますが、これが認められます。そして、この心筋にグローバル ECV を見てみますと、この症例では ECV の値が50%、通常25から28%がこのグローバル ECV のノーマルレンジと言われておりますから、これ、著名高チなわけであります。 この症例は旅の前にピロリン酸心筋診治を行い ATTR ワイルドタイプの CM 合併の高度 AS だという診断に至ることができました。このようにピロリン酸心筋診治では分厚い心筋にアップテープが認められたわけであります。この ECV の値でありますけれども正常レンジは25から28少し高いところに HCM や DCM 高血圧性診 こういったものが含まれるわけでありますが、この新アミロイドウシスがありますと、この ECV の値が随分高まるということが分かっています。また、AF の症例も見つけ出していただきたいというふうに思っています。60代の男性でありまして、心房、素土、そして HCM ではないかなというところで、私どものところにアブレーション依頼がありました。この症例には、手根管症候群の起用はございませんでした。 ラボデータは BNP が460、交感度トロポニン T が0.06です。まあ、ここで少しおかしいなと私どもは思いました。心電図は典型的な心房騒動であります。エコーはこのように、まあ、ここまで来るとですね、心臓の専門医であればやや軌道が高くて、これは本当にただの HCM かなと気づくわけであります。これもまた、プランニング CT が力を発揮します。 アブレーションのドクターたちはどうしてもこの砂防や肺静脈に注目が集まるわけでありますが我々はカンファで心筋を見つめましたやはりディフューズに l i e ーとの用途エンハンスメントが認められるなということに気づいたわけでありますがやはりこの症例でもグローバル ECV は54%著名高値であることがわかりましたそこで私たちは 白信也先生にお願いいををししてこのピロリン酸診治を行いましたそうしますとやはりグレート酸の著名なアップテイクが認め,認められまして心臓の MR でもディフューズな LGE とネイティブ T1 値の高値を認めましたこれは政権まで行いまして TTR ポジティブで ATTRCM という確定診断に至りました では最後にですね1つだけ非常に軽有な前立腺がん後の骨震地で ATTRCM の診断に至った症例を紹介して終わりたいと思います80歳代の男性でありまして約10年前70代の時に前立腺がんの治療が行われましたそして骨メタのスクリーニングとしてトレーサーがちょっと違いますが HMDP の骨震地が行われました 我々に LVH があるけどもというコンサルトがあったのが2013年でフォローアップをスタートいたしました。この症例はですね、右の手根管症候群に対しまして解放術がございました。これが2013年の HMDP シンチグラフィーであります。ハートのコントローラテラル比は1.7。まあ、ここでは心不全症状全くありませんでしたのでフォローにいたしました。 6年後、このようにアップテイクが強まりました。えー、先ほど、久保先生の症例にもありました通り、私どもはやはり手根管症候群というのはアミロイドのナチュラルヒストリーの中ではものすごく早期に位置し、そしてそれを追跡しているうちにこのように心臓へのアップテイクが強まるのではないかなというふうに感じています。2013年、心電図は正常であります。6年後、 わずかに QRA サバが少しだけ広がったかなというふうに感じますが異常所見はありませんこれが追跡中の心臓のエコーでありますなかなかですねこのエコーの所見だけでは気づきにくいわけでありますがこのように経年的に比較をいたしますと EF の低下はございませんが少しずつ少しずつ LVH が強まってるなというふうに感じますバイオマーカーはこれを顕著に示しておりまして 青で示しました BNP、赤で示しました好感度トロポニン T、やっぱり少しずつ上がってくるわけであります。熊本クライテリアの0.03は2017年に突破をしたということであります。ですから0.03を基準にピロリン酸心筋伸値を早期するというのは非常にリーズナブルな臨床スキームではないかなというふうに思います。2019年時点で大変アップテーク強まりましたので、 心筋制限を行いますと、この辺に心筋の脱落が認められ、混合レート染色陽性の所見がこの脱落部位に認められるということでありました。これが最後のスライドでありますが、ピロリン酸心筋認知は ATTRCM の早期診断においては非常に大事なステップであります。しかし、このピロリン酸心筋伸知を行うこと自体が一つの障壁でありますから、ぜひこの熊本クライテリアの心電図、エコー、採血、 これを活用いただいて、ピロリン酸神経新値を行うべきキャンディデートを見逃さないでいただきたいなというふうに思います。今度は、今後はですね、いろんな臨床データをもとに ATTR-CM のナチュラルヒステリー、自然歴を明らかにしていきたいなというふうに思っております。ご清聴ありがとうございました。 辻田先生、ご発表ありがとうございました。貴重なご報告ありがとうございました。ちょっとビデオオンにさせていただきます。えそれでは、もし会場の方、視聴者の皆さんからご質問がございましたら、ご入力いただければと思います。今のところ、入力がないようですが、それでは私からちょっとだけ、一つだけ、あの、最後の症例で、えっと、非常にどんどん、あの、どんどんというか2回やると、 6, 6年でしたっけの幅で、ものすごく PYP が溜まっていると。で、えっ、ー、と、熊本クライテリアでも明らかにトロポニーとかどんどん上がってる EF では全然上がっ、な、下がってないか、下がってないということで、やっぱ新機能だけ、普通のやり方の新機能だけ見てたのではダメで、やっぱり、えー、何がしかの、やっぱ特殊な注意をしないと、経年的な進行。おそらくこの方も、あの、e、EF は下がってないんですけど、心不全症状というのはだんだん強くなってきたで、 点でではははななないいいかかかとその辺はいかがなんでしょうか、はい、あの先生ご指摘の点、極めて重要な臨床的な課題だと思っております。EF が下がる、あるいは典型的なグラニューラースパークリングサインが出る、これはですねナチュラルヒストリーにおいては随分レートフェーズだなというふうに感じています。LVH が出てきてきいる つまり、これがまたトランスタリチンが心筋についてきているという傍障なんだろうというふうに思います。しかし、それをですね我々循環器専門医であってもエコーの観点から見つけるのは大変難しいのでそういった意味でこのあクライテリアを活用していただきながらですねまだ心不全症状や心機能低下がない状況でピロリン酸心筋身長を活用いただきたいと思っておりますありがとうございます。 もう一丁、もう一丁というか、もう1点、あの熊本クレアで2と3がありますけど、点数が、2と3っていうのはやっぱり進行していくと2と3になる、でまた2から3に移行するっていうのは、やっぱ何年かかかるのか、すこーんと変化していくのか、その辺ってなんか感覚的にありますでしょうかあのやはり経年的だと思っております、そこがですね2と3で大きく病態が違うかというと、あまり感じておりません。でですので あの本当にですね、私ども、アミロイド診断センターの上田光晴教授、それから逆に放射線科のですね、小田先生、白石先生のお力で,ですね、本当に早期診断できてます、ですから、あのこのトクライテリアでいきますと、もう本当に2に入ったところでですね、診断をしていただく、これが予後改善に重要だと思います。そうです 質問が参りました。AL タイプの一部で PYP が陽性となる、えー、点について、えー、この症例は ATTR ではなくて AL タイプではないかと考える具体的な見方を教えてくださいと。要するに、PYP、まあ、が陽性なのに実は AL、まあ、そこを見分けるヒントがないかということだと思いますけど。ありがとうございます。 私どもが考えますのはやはりベンジョンスタンパクでありますとか電気エイドでありますとかやはり血や血液学的に AL を抽出することを忘れずに同時に行うということが重要だと思いますここはぜひあの見識の深い久保先生にもアドバイスいただければと思いますけどもあ、ご質問ありがとうございますすいません勝手に言ってあいいいいあのやはりあの検出感度が高いのがフリーライトチェーンになりますので あのー、辻田先生言われましたベンス・ジョンズタンパクとか、あのー、免疫電気栄養度、血栓の免疫電気エイドとともにです、ね、フリーライトチェーンを測って、それらがすべて陰性であれば、エーロアミロイド質の可能性はか極めて低いかなというふうに思いますので、えー、とそれを組み合わせるのが、まあ、一番ばん、えー、分かりやすい方法かなというふうに思います。ご先生、大事なあのご指摘ありがとうございます。 ありがとうございますあと,あともう1人あの、磯部先生が入力されてるんですけど、お名前だけで入力がないんで、あのまた後であとで磯部先生、あ入りました、入りました。えー、ATTR アミロイドーイスを早期に検出するマーカー、エコー所見などの特徴は何かありますかということですが。はいいありがとうござまますす、ま、さにですね我々の,あの もっと早期にっていう挑戦を頑張っているんですが、あのなかなかあの難しいところがあります、しかし、私どもの,あのデータでは、ですね、やはりアミロイド特徴的なのは、例えば心房へのアミロイドのトランスアリチンの沈着などはやはり特徴的だなというふうに思っています。ですので、今現在、頑張っていますのは、エコーで、ですね、砂防のですね、ストレインの低下、まあ、こんなものが早期にコントクライテリア0、1でも見つけ出す、1つのヒントだなというふうに思っています。ありがとうございます。 はい。ありがとうございました。えー、っと、それでは今のところ質問内容です。また、あの、ありましたら入力していただければ、後でご、あの、最後の方でもう一回、あの、全体、えー、討議ができますので、皆さんご入力ください。それでは、えー、ついた先生、ありがとうございました。それでは、えー、最後に私がちょっと、えー、画像の方のお話をさせていただければと思います。えー、画面を共有させていただきます。 えー、ポインターを出させていただきます。皆さんご覧になれておりますでしょうかえー、それでは、えー、私の方から、えー、少しだけお話をさせていただければと思います。約20分ほどさ、話させていただきます。えー、ピットフォールのお話をさせていただきます。今日はあの画像の方からのお話ですので、非常にあの、ざっくりしたお話になるかと思いますが、よろしくお願いいたします。COI は以上の通りでございます。えー、あ、 勝手に移動しますね。えー、すいません。えっ、ー、と、まあ、あの、これ、あの、ガムートと言いまして、あの、画像診断医や、えー、核医学の先生はこれご存知だと思うんですけど、こういうふうに、あの、まあ、えー、 ありましては、まあ、こういう症状が出て、こういう写真だったら、こういう病気のリストがありますよっていうのは、昔から私たちよく使っております。で、これにつきましてあの、昔の1995年に発行されたガムウトには、このように、南部組織に骨神地が集まった場合には、こんなんですよ、というリストがございます。で、えー、昔から実はアミロイドースで心臓に集積を生じるというのは、ある意味わかっている現象でしたが、レアのところに入っている。滅多に,にこれには出会わないよ、ということだったんですが、えー、今日あの、 久保先生、辻田先生のお話もありますとこれ、新アミロイドース、心臓による、えー、ATTR アミロイドースによる骨神虫の集積というのは、決してレアではないということが分かってまいりました。 えー、ゲームチェンジャーであったのは、この二つの研究、もう今日もお話ありますので、あの、あ,のあまり詳しいお話はござい、いしませんが、この二つの論文だと、思います。一つあの、ペルジーニ論文ですね。2005年に発行されました。えー、まあ、心臓の集積を三段階というか、四段階ですね。ゼロから三に分類して、まあ、骨と、え、 肋骨と比べまして、肋骨と同じ程度が強ければ、2、3にクラシファイすると、2、3は非常に、これはアミロイドオースの可能性が高いという報告です。これ注意しないといけないのは、ペルジーニの論文はヨーロッパですので、テクネシウム9 0 m d p t によるイメージングで、PYP ではございません。ただもうこれはもう、コモンに皆さん、ペルジーニスコアというような呼び方をして、多くのジャーナルに、 引用されて、また実際使われていることはと思います。まあ、ちなみに、あの外、外国の論文ではなぜか黒字に白が多いんですけど、日本人の場合は白地に黒にしたほうがなんとなくわかりやすいんで、多くの場合こういうふうに表示してるんじゃないかと思います。 それから、これがですね、まあ、次に、状況を変えた、僕張り論文ですね。有名な、何度もご紹介ありました。まあ、左と右、心臓と体側肺炎の集積表を取ると、非常にきれいにクリアカットに AL と ATTR を見分けることができると。という、もうほぼ100%で AL と ATTR を見分けることができると。この2つの論文が出たことによって、ゲームが変わった。 ということになるのではないかと。しかも、この PYP や DPD というのは昔からずっと使っているお薬です。脳のアミロイドス、えー、アルツハイマー病ですね、の場合は、えー、特殊な薬を開発しなかったらいけなかったわけですが、これは昔からある薬でこんなことができるということは分かったので、これゲームチェンジャーとして、新アミロイドスの診断の発展に非常に寄与したわけです。ただし、まあ、ピットフォールというのもございます。今日お話しさせていただければと思います。 え、いきなり質問に移させていただきます。This is a question.、Uh, このケースどちらでしょうということです。A, a, 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 a. え、こちらが1時間後の画像、こちらが3時間後の画像です。新重覚比は、新体側排や比は、1時間で1.9、3時間後で1.7。ペルジニスコアですと、まあ、1時間後だと2、下手すると3かなという感じがいたします。えー、間違いなく ATTR アミル移動数なんで、もこれ以上何かテストとか診断する必要はない。が1。 2は、2 is possible.、えー、おそらくアミロイド TTR TT なんですけど、でもなんか追加の検査した方がいいですよねっていうのが2。3はこれはもうアミロイドオスじゃないんで、もう何も他の検査。まあ別の検査しないといけませんかもしれませんけど、新アミロイドオスに関する検査もしなくていい。間違いなく ATTR。多分 ATTR だけど、なんか他をした方がいい。ATTR ではない。えー、順番になっております。えー、入力いただければと思います。いかがでしょう。 あ、来ましたね。えー、ただし皆さんご正解でございます。これは、えー、ATTR a m i ド a t e s と疑うのは、まあ、まあ、疑って全然いいと思いますが、やっぱ追加のテストが必要であるという症例でございます。次、画像、あ、しょ、えー、閉じて、よいしょ。あら、進まない。よいしょ。あ、来ました。 えー、これどういう症例だったかということになりますが、この症例はミエローマの症例であることが事前に分かっていた症例です。まあ当然ミエローマですからこの患者さんはあるとしたらエールアミドルドスでしょうねということだったんですが、とりあえず念のために PYP やってみようということになったら、こういうふうに移ってしまったということです。で、まあ、え、まあ、新近政検まで行いましたが、エールでしたということで、これはまあ、ATTR を疑うのはいいんですが、やっぱり ATTR を疑ってこういうふうに陽性と見えた場合でも、 ちゃんと血液検査をして AL を否定しなければいけないよということの非常に典型的な症例なのではないかと思います。まあ、一つのヒントとして後で提示しますが、スペクトの感情談を見ますと、 よく見ると、こう、壁に集まってるっていうの血液プールに集まってるような感じなんですね。ということで、これもしかしたら一つの頻度なのではないかなと思っております。えー、ということで、これは、エールでしたという症例でございます。まあ、以上のピットフォールがあるわけです。えー、僕は理論文では、ここ、エールの1.5より上のところはデータがないということで、もうほぼ100%だったわけですが、まあ、クリニカルリアリティとして、また、あの、後日出たギルモア先生の論文を見ますと、えー、DPD と PYP の場合は、エールアミルイン ととと陽陽性性出出た症例がが約2 2割10人人ににぐらいいはなの所見るうこまあ、要するに、これはチャンピオンデータであって、まあ、そうそう理想的にはいかない。まあ、興味深いのは、HMDP だと陽性が出てないというところもあるんですが、ということで、PIP が陽性であっても、やっぱ AL は指定しないといけないというのは、先ほど久保先生のお話にもあったとおりでございます。ということで、皆さん注意いたしましょうということです。ということで、まあ、こちらの一つのピットホールですが、もう一つの ピットフォールといたしましては、まあ、全ての ATTR がポジティブになるわけではないと。 これもあの、メスメルロン先生の論文にありますが、19例のうち2例のみ、ミューテーションの ATTR の、こういうタイプのミューテーションのうち2例のみが陽性になったということで、先ほどの僕張り論文を見ても1例ここのところに陽性でない人がいらっしゃるんですね。おそらくまあ、ATTR アミロイドスであっても、ミュータントタイプでは何らかの基準であまり集まらない人がいらっしゃるのではないかということで、まあ、ATTR であっても つまらないケースもありうるということは皆さんご存知いただければと思います。また、す、え、べ、ーまあ、てのケースが えー、あ、そうですね。また、あすいません、えー。こういうふうに、えー、白地に黒にした方が分かりやすいかもしれません。また、えー、陽性例がそもそもアミロイドースではないこともあるということは、皆様ご承知おいていただければと思います。えー、この症例は長崎大学の症例で、先ほどお話になりました通り、あの、骨心地ですので、悪性腫瘍の診断として行われるわけですが、これ、ミエローマの患者さんで骨病変を見つけたいということで、骨心地が行いました。残念ながらミエローマはよ 骨性の骨病変ですので、実はこっちんちには見えないことも結構あるんですが、まあ、とりあえずやってみたらこういう画像になりましたという症例です。ねこの患者さんあのー、副甲状腺の切除歴があるということで、まあ、カルシウム代謝に異常がありそうだなということは想像がつくわけですが、まあ、これ明らかに新近に PYP あこれはこっちんちです HMDP だったと思いますが集まっている。 ということで、まあでも、先ほどのように、これ、アミロイドオス、アミロイドスといっても、ミエローマですから、AL なのかなということになるわけですが、これ、C、CT を見ますと、まあ、肺が心珠炎があるわけですが、真筋に、こう、なんとなく濃度の白いところがございます。で、えー、これか、先ほどのガムートを見ますと、ガムートの レアではなくて、アンコモン。昔は、えー、アミロイドースも多いんではないかという原因として、エニーコーサブメタスタティックカルシフィケーション、異所性石灰化というのがございます。で、見てみますと、これ要するに、心筋に石灰化が異所性に沈着をしているわけです。で、骨沈ってのは、えー、骨やカルシウムに沈着していくっていうのは理論ですので、これは、まあ、おそらく、アミロイドではなくて、 カルシウムの異所性沈着に対して集積したのではないか。実際、この方、肺にも集積しておりまして、これ、肺の生形を行いますと、これ、異所性の石灰化が肺から見つかっているので、これ、心筋生形まではしてませんが、こういうケースもあるということで、まあ、アミロイドが沈着する理由、え骨神地が沈着する理由が全てアミロイドオスではないということも、まあ、画像診断医としては少し知っておいた方がいいのかなというふうに考えております。 ということで、まあこういうふうに、偽、え、音、ー、性、銀性があるということは、一つのピットボールとして皆様ご存知いただければと思います。 また、次のクエスチョンです。スペクト、スペクト CT 有用ですよという質問なんですが、A の症例と B の症例はどうでしょうと ?A の症例、こちらは80歳の女性で、心不全が軽度あって EF48%、まあ、軽度の心肥大がある。B は70歳の女性で高血圧があって、ハイパーリピディ、アディスレピデマがあって、軽度の心不全があって EF52、まあ、軽度の心肥大があると。HCL 比は両方とも 1> 約1.4で、ほとんど似たような年齢ぐらいしか違わないかなという症例です。画像はこの通りです。質問、A が ATTR アミロイドースである。2、B が ATTR アミロイドースである。3、両方とも ATTR シンアミロイドースである。4、両方とも ATTR シンアミロイドースではない。以上、以上、どれでしょうということになります。A のみが ATTR。 B のみが ATTR。両方とも ATTR。両方とも ATTR ではない。Please finish your answer. お答えをお願いいたします。いかがでしょう あ、来ましたね。はい。えー、68%の方が、えー、A のみが ATTR と答えていただきました、えー。実際回答はその通りでございます。ありがとうございます。症、え、例、ー、に移らせていただきます、えー。よいしょ。はい。実際これ、えー、A の方は、えー、これ実はあの、 がんの患者さんなので、えー、心臓から生検できなかったんですけれども、がん組織の周りのところから生検、えー、をしますと ATTR が出たということで、まあ先ほどみたいにあの、他の組織で ATTR が出ても心臓に ATTR 出ないこともあるんですが、まあ、まあ、おそらくこれは ATTR シンアミロイドスだろうなと思っておりますということで、まあ、こちらはまあ ATTR、こちらは心筋生検まで行いましたが、ATTR 検出できませんでしたということで、1、A のみが ATTR で B は違ったということです。 これ数字だけ見ますと、両方とも1.39,1.38ということで、1.5を割り込んでます。で、数字似たような数字ですが、まあ、全然実は違うということで、この、 対ハイヤ費っていうのは、ま、確かに頼りにはなるんですが、頼りすぎてはいけませんよ、ということを、え、示した症例ではないかと思います。えー、ということで、こういうふうに、こう、心臓のところに淡く集積するのは、これ血液プールだったり、心筋への集積だったりするわけですね。ということで、これを見分けないといけないということで、え、個人的には、え、スペクトの殺像はほぼ必須ではないかと思います。先日、あの、ヨーロッパのこの、あの、アスニックとの合同シンポジムこのウェビナーの ヨーロッパ版がありましたが、米国版の方でしたっけね。とにかくヨーロッパ版で,でしたかね。ATDR アミロイドスはもう,もうスペクトでしか診断しませんと言い切ってる先生がいらっしゃいました。でということで、実際私はコロナルをおすすめします。I prefer コロナルスペクト。 感情談にするとですね、こういうふうに壁が上と下にありますんで、真ん中が抜けて上に線が出る。こういうふうに見えることが多いです。で、まあ、こちらは全然そういうふうに見えませんし、先ほどのエールアミロイドスター、私、俺も、この辺に壁があるはずなんですが壁じゃなくて内空にペターっと集積してて、まあ、壁にもちょっと集まってるのかもしれませんが、内空とほとんど区別がつかないということこうしてみると、やっぱちょっとこれは特徴的。壁。 という感じですね。HCL が1.4ですね。であっても壁ということで、これ非常にコロナルだと分かりやすいので、個人的にはコロナルのスペクトを取るのは非常にいいことなんではないかなと思っております。実際、あの、単磁化、軸横断像の場合は A の症例、B の症例、こういうふうに映ります。で、まあ、これ壁だろうなと思うかもしれませんが、人によっては心臓の壁って実はこうなんじゃないのと。 で、ここは内空で血液プールを見てるんじゃないのと想像してしまうこともあるかもしれませんが、実際には心臓の壁はこういうふうに存在していて、これスペクト CT を取ると、こういうふうに、えー、明らかにこれは壁ですよっていうのがわかりますで。先ほどの B の症例はどうか、これ胎耳横断像で取とこういうふうに映るわけですけど、あじゃあもしかして心臓の壁、こう、 存在してて、ここ壁に集まってんではないかなと想像するかもしれませんが、まあ、スペクト CT を取ってみると、スペクトと重、ね、CT 重ねると、これは明らかに内空であるということがわかります。ということで、えー、個人的には長崎大学ではほぼ、ほぼ、ほぼというか前例、スペクト CT を取ってあります。もちろん、あの、誰が見てもわかるって症例は取るの必要ないのかもしれませんが、誰が見てもわかるという思った症例であっても、先ほどのこの症例のように1.3。 の HCL だったりすると、あれと直見をつけている人は思ってしまったりするわけですから、まあ、スペクトは最低限。もし可能な施設であれば、スペクト CT を取るというのは悪いことではないのではないかなと思っております。えー、次、チップ。 いつ撮りますかという質問でございます。あ、いでございます。これ、1時間後と3時間後に、えー、撮った同じ人の画像です。PYP、えー、シンチグラフィーというのは、もともと心筋梗塞なんかのイメージングとして使われてますので、3時間で撮ることが多かったんですが、えー、ボコハリ先生の論文は1時間で書いております。見ていただいて分かる通り、えー、ほぼすべての症例で1時間後と3時間後で、新、えー、体速アイは3時間後で低下しますということで、1時間後の方が火が取りやすくす。 安いんですがとはいうものの血液プールから抜けるのは3時間の方が抜けるんで画像としてのコントラストは3時間の方がいいということでなかなかこれ1時間後の画像がいいのか3時間後の画像難しいところでございますただ1つ言えるのは HCL 比については3時間後ではいい症例があまり出ないということです。これ、えー、3大学で取られた論文なんですが、えー、3時間後で取っている説と1時間後で取っている設があったので、これ、対比されています。と、えー、3時間後のイメージでは、えー、センシティビティが1時間後に比べると下がる傾向があるというデータが、えー、これ、ビジュアルスコアでも 特に、新体速配合比の場合には、センシティビティと同時にスペシィティも低下するということで、えー、新体速配合比。 視覚的評価はともかく、新体速ハイヤー内については、個人的には1時間で取るべきではないかと思います。また、この論文では、新体速ハイヤー比の日は、え行き地は3時間で1.3としてるんですが、まあ、確かに1.3ぐらいなんだろうと思いますが、実際、このなんで1.3なのかっていう、実際の、なんて言うんですかね、証拠みたいなのはあまり出していない。 ということで、個人的には死体対早い1時間で取るべきではないかと思います。なぜかと言いますと、これ、心臓の集積については、えー、アミロイドースでは、 心臓は1時間後が一番高くて、だんだん心臓からトレーサーが抜けてくるんではないかというデータがございます。これ DPD のデータですが、1時間後が最大集積でだんだん落ちてると。これ長崎大学のデータですが、新体速早速日は全ての症例で3時間後で下がるということで、まあ、視覚点評価は3時間後の方が確かにやりやすい。ただし、新体速早速日を取るんであれば、1時間後のデータを取った方がいいかなと思っております。ということで、米国心臓閣営が出したプラクティスポイントでも、 評価は3時間後の画像でやりましょうとで新体側配合については1時間後の画像を推奨しますよということになっているということをご存知いただければと思います。えーで えー、あと数枚スライドが。えー、すべての骨神地のトレーサーは同じですかということです。まあ、今のところ日本では PYP のみが、えー、アミロイドの診断に通ってますので、あまり気にすることはないのかもしれませんが、だいたい骨神地及び、まあ、PYP はあまり骨神地で使わないんですが、トレーサーとしてこういうものがございます。DTB、HMDP、PYP、MDP。日本では HMDP と MDP がよく使われヨーロッパでは DP が使われてますが、これ結構どれも性格が違うようです。 DPD の場合には、南部に非常に強い集積がしやすい。こういうふうに、心臓がくっきるっつって骨がほとんど見えないという症例も時々提示されます。あんまり日本の症例で、ここまで骨が見えない症例ってあんまり経験したことがございません。HMDP では、えー、心臓の集積に比例して、内部、あ、南部集積、ソフトティッシュの集積も上がってくるというデータがございますのでそ、南部組織における、 アミロイドの沈着の診断にも役に立つんじゃないかという話がございますが、PYP ではその証拠が得られてない。南部にあんまり溜まってきこないですよというデータがございます。また、MDP、これ日本では、えー、HMDP と MDP 同じくらい使われてるんですが、MDP はなんと残念ながら、えー、アミロイド数の診断にはあまり役立ちません。こういうふうに、MDP で全然集まんなかったけど、PYP でくっきり集まったって症例がございますし、はじめに示します。ペルジーニ論文では、え陽性だった、DP t 陽性だった11例に MDP もやってみたら、 MDP 全然前例集まらなかったというデータがございますので、まあ、全ての骨神地トレーサーは同じではないと。えー、性格が少しずつ違ってて、特に MDP はあんまり役に立たないということが言えるんではないかと思います。ですから同じ、全てを同じように扱ってはいけないということになります。えー、で、心臓核医学的に次どういう方向に進まないといけないか。えー、先ほど、えー、辻田先生の話もありました通り、やはり定量したり、進行を調べたりという数字を取ることによって、 進行度とか、えーえー、重篤度を調べないといけないと思います。これについては、あの、カスターの論文、えー、ジャマカーディオロジーに載った論文であるデータがございます。これ、えー、新体側配や比1.6以下の人と1.6以上の人だと予後が全く違いますよという論文です。まあ、確かに、えー、予後の推定に新体側肺は役に立つなという論文では、数字の上ではそうなのですが、実際これ、あのー、<laughs> 僕は理論文を見ていると、要するに1.5が域地で1.6で有意差、1.6以上と1.6以下で横が違うというわけですけど、1.5から1.6の幅の間にはほとんど患者さんがいないのですね。 これ長崎大学の方のデータですが、長崎大学で二十何例やったんですが、1.5と1.6の幅に入る人は一例もございませんでした。ということで、確かに予後推定には役に立つのかもしれませんが、そもそもそのレンジに患者さんがほとんどいないんであれば、臨床的にはあまり役に立たないデータなのかもしれないなと、まあ個人的には思っていたりします。 ということで、まあ、今後はおそらく、こう、重篤度を示す、重篤度や進行度を示すためにもっと正確な定量をしないといけないという方向に来るんではないかと思っております。まあ、スペクトを利用する。まあ、実際、スペクトで SUV 値、ペットでやるような SUV 値を測ると、ペルジニスコアに大体いい相関しますよとか、えー、SUV 値が明らかにえ高いという数字が出ますよということ、これ、半導体スペクトをとって SUV が測れましたよという論文があったりします。こういうふうに、まあ、今後、心臓核医学は、え、ー 数字を測ることで予防や進行度を診断する、先ほどのように、実際、辻田先生の症例のように、だんだん溜まっていって、だんだん強くなるわけですがそれを実際、臨床に使えないかということを今後、調べていく方向に行くのではないかと、ちょっと長くなりましたが、まあ、PIP は非常に役立つツールです。で、HCL 比っていうのは確かに役に立つんですけども、あまり頼りすぎない方がいいですよ。視覚的な評価も十分ですよ、とということ重要ですよと。で、えー、プラナーズの平面投い図だけではた分分あの十分であります。 スペクトがあった方がいいですしできればスペクトシ神経があるとさらに役立つこともありますよということになります、えー、以上で、えー、雑白なお話になりましたが私のお話を終わらせていただきますありがとうございましたはい、えー、それでは共有を停止いたしますえー と、ご質問が一つ来てるのですが、これは多分私よりも、えー、辻田先生、久保先生の方がいいんではないかと思いますので、えー、それでは、えー、ディスカッション、あと10分ございますので、ディスカッションに移りたいと思いますので、えー、コメンテーターの先生方も皆さんあ、ポップアップしていただいて画面に出ていただければと思います。 本先生も、はい、ありがとうございます皆様、えー、と質問として、ね、ATTR アミロイドースと AL アミロイドースが合併するという可能性はないのでしょうかということなんですけどまあ、ありそうな気もするんですが見たことはあんまりないのでこれはむしろあの久保先生辻田先生の方が、えー、臨床症例をたくさん経験しておられると思いますのでいかがでしょうあの私どもも一例あの経験がございます。あのー まあ私ども自身も驚いたんですが、あ,あそういう合併例もあるんだなということで、えー、診断をいたしました。久保先生いかがでしょうか。ありがとうございます。あの私たちのところではあの、えー、と合併をきちんとこう証明できた患者さんはいないんですけども、あのトランスエレチンタイプだと思ってたら実際にはエールアミロイドシスだったっていうケースがあります。 でえー、これはなんで起こったかというと、ですね当院では当時、その心筋整形の免疫染色をトランサイレチンの抗体でしか測ってなかったんですね。で、えー、とそれが陽性だったので、もうその所見に飛びついて、ATTR アミロイドーイスと診断してしまったんですけれども、まあ、患者さんのいろんな背景がです、ね、AL アミロイドーイスを疑わせるような患者さんでした。で、結果、あ今あの、私たちもやっぱり病理組織で悩むことがありますので。 えとアミロイドオシスに関する調査研究班にあの検体をお送りしまして、でえー、と免疫染色を再度やっていただくと、AL アミロイドオシスだったとっいうケースがあるので、やはりあのその方、M タンパクが出てた患者さんなので、やはり新知だけじゃなくて M タンパク、M たんぱあ,あの確認をして、もしそれが陽性であった場合には、自信がなければです、ね、こういったアミロイドオシスに関する調査研究班に。 新規政権の免疫染色を再度依頼するというのが正確な診断には有用かなというふうに思っておりますはいありがとうございますおそらくこの質問私が先ほど提示したあのー 新体速速速は1.9でしたけど、エールでしたよっていう症例ですけど、もしかしたらこれ ATTR も混ざってたんじゃないのっていう質問だと思うんですね。確かに、もしかするとそうだったのかもしれないという逆に反省点ではあるかなと思います。ご質問ありがとうございました。 えー、他には、えー、質、あ、もう一つ来てます。半導体スペクトの定量の具体的なやり方はわかりますでしょうかという質問ですけど、えー、これ、私自身はやってないんですが、まあ、おそらく、えー、SUV 値を取っていらっしゃいましたんで、えー、まあ、え、す、お、要するに、えー、基地の放射能濃度の ファントムを撮影して、ね、それからクロスキャリブレーションファクターとかを出して、で、SUV 値を出すというやり方だったと思います。で、当然 SUV 値を出すんで、吸収補正も何らかの形でやるという形ではないかと思いますが、えー、辻田先生のところは、あの、白石先生がいらっしゃって、半導体スペクトを使っていらっしゃると思うんですが、何かその辺、情報ございますかまあ、ちょっと、あの、純内科的な話ではなくて、核約の話ではもしかしたらちょっと答えにくいかでなんか、情報あったら教えていただき いますみああません、ここは確認してません。ありがとうございます。うそういった形です。えっ、ー、と、木曽先生、橋本先生、松本先生、何かこの今までの質問合わせて、えー、何かコメントと、こういうこともあるよみたいな話は、えー、ございますかよろしいですか橋本先生、どうぞ。 ああすみませんあの工藤先生先ほどおっしゃったようにやはり私うちもですねもうほぼ前例でスペクト CT を取っててやはりあの心筋の集積と心内区の集積区別にも非常にいいツールだと思ってますあと私ちょっとあの興味持ったのは足袋の術前思考前の CT で左室新筋の造えに注目するんだっていう話がさっきあったかと思うんですけどもこれあの増強効果あった時に 割と特異的な所見なのか、他の疾患とか病態でもそういうものが見られることがあるのか、そのあたり、もし分かったら教えていただきたいんですけれども、はい。これは私だと思いますが、えっと、LG, LG とか LIE ですね、CT で、用度のエンハンスメント、比較的やっぱり心内膜下に見られます。でずっっととでで見ておりますとあのそういった症例 ECV やっぱり見ますとですねので、いかがでしょうか、私自身は ATTRCM でない旅症例で、信頼膜が LI があるというのはあんまり見たことがないので、比較的得意性は高得意度高いんではないかなというふうに予想をしています、はいまあ。少なくともピロリンさんの思考は考えるべきだということですね。ありがとうございますあよろしいでしょうか。 そうしましまたらあの辻田先生にちょっとあの教えていただきたいんですけれども、あのすごくプラクティカルな指標で熊本クライテリアというのを教えていただいたんですけれども、まあ、エコーで測る壁の厚さとか、ですねあるいは心電図の QRS 幅を測るというのは割とこう、うあと普遍的にあの慣れた人がやればできるかなと思うんですけれども、まあ、トロポニンの解釈ですね、あの1つはあのトロポニン I とかだとまあ MI の時には感度が高いとか、まあ、トロポニン T っていうのもありますし。 T と I というのがあるということと、腎、まあ、機能が悪い患者さんだと少し高めに出たりするということもあったりするかなというのも思うんですけど、先生の追試の,あの論文では EGFR15 以下の方を除いたりしておられましたけども、しそのあの数値のこう取り扱いについての注意点とかがもしあの追加であれば教えていただきたいんですけれども、いかがでしょうか。ありがとうございまます、あのー、私どもももそそもず冒頭この 高感度トロポニンまに注目した理由はですね、LVH 症例の中からこのアミロイド、ATTRCM を見つけ出したいなという観点でこう測りますと、あの同じように LVH があっても、HCM や高血圧腺等では上がらないのに、この ATTRCM では上がってるなという気づきからでした。で、先生ご指摘のように、やっぱりこう T と I の相動性。 それから CKD 症例でのカットオフの違いというのが今後ありうると思うんですが、あの早期診断という時点になりますと、あんまり CKD 合併例もございませんし、まあ、比較的使いやすいのかなというふうに思います。T と I の相当性は今後見ていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 えっと、質問が2つほど来ておりますので、ちょっとお伝えいきたいと思います。えー、HL、あ、1つは英語です。えー、HCL 比を出すためのソフト、標準的な解析法などありますかロイの置き方などアドバイスはありますかということで、ま、ソフトはありません。まだありません。<laughs> あったらいいですね。えっ、ー、と、標準的な解析法も特にはないんですが、ロイの置き方については個人的にはあんまり小さなロイを置くんじゃなくて、できるだけ心臓を丸く学問にしてますが、えー、橋本先生、基礎先生、何かアドバイスございますでしょうか えっと、そうですね。あの、やはり、こう、大体、こう、割と大きなロイで、こう、スパンと反対側に同じように取るっていうことだと思うんですけど、えっ、ー、と、これ、そうですね、もしかすると、あの、詳しく見てみると、例えば、あの、MIBG なんかでも、こう、うん、いろんなコリメーターの影響とか、あるいは産卵線ですか、そういう、あるいは技術的にそういう補正みたいなのをして、こう、共通の、 こう多施設でも使えるような、なんか方法、技術的な方法っていうのは考える余地はあるのかもしれませんけれども、ね、ちょっとまだはっきり私もそのあたりはわからないところです。基礎先生 <laughs> 基本的には比ですのでそんなには気にしなくてもいいのかなというふうには思っておりますけれどもそのアメリカの、まあ、アスニックのガイドラインなんかでは、まあ、椎骨を中心線として、まあ、心臓全体が丸く囲んでそれと、えー、ちょうど左右対称になるようなところの体側肺炎に置くようにという,ような記載があったかと思いますがそれでそんなに、えー、今まで困ったことはないというところではありますので、まあ、ある程度単純な比ですので えまあそういう形で運用しても問題ないんではないかなというふうには考えておりますが。 ま、あんまり小さく丸書かないっていうのは一つ,つ,つかもしれませんね。ねはい、はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、じゃあ最後に質問が英語で来てますんで、えー、これで最後の質問にできればと思います。Uh, last question is in English, so this gonna be the... あもう一つ質問来たかな。あもう <laughs> 最後までもう一回頑張っていきましょうか。えー、この質問行きましょう。How do you manage a patient with rheumatoid arthritis who is breathless with posterior wall thicknesses? 15mm, 口壁 15mm で、リウマチがあると。カーパルシンドあ、ハスカーパルトンネルシンドロム、カーパルトンネルがある、主根管があると。で、ハイドロコルチキン、クロロキンを飲んでると。PYP ではペルジニ2、PR ディスクはペルジニ2、ライトチェーンはない、LL L L はない、MRI はインコンクルージブである。カーディアックバイオプシーするという話ですね。あ <laughs> do you think? 辻田先生、どうでしょう I will perform end myocardial biopsy. Thanks. Okay, I okay, understand. Uh, Kubo-sensei, how do you think about is this patient required cardiac biopsy? Yes, I also perform the cardiac biopsy to differentiate the uh, trans and AA type, it, it, uh, which is uh, very rare in the uh, cardiac uh, amyloidosis, but uh, maybe I speculate this doctor uh, is wondering uh, the patient has got a, a AA type of the amyloidosis, so I recommend to perform the uh, cardiac biopsy. Okay, understand. So,、uh, they recommend to do the cardiac vibe. Maybe different from the European、uh, opinion, but in Japan at least probably we should perform the cardiac vibe. 最後に質問、この質問で終わらさせていただきます。申し訳ありません。えー、1時間後にロイを病死するために肋骨に重なることもあるけどどうしますかと。肋骨を除外するために心臓全体を囲えなくても大丈夫ですかと。確かに丸を置くときに肋骨が入るときがあるんですけど、皆さんどうしてますでしょうか 私はもう肋骨気にせず、もう明瞭なホットスポットがなければ、両方同じぐらい肋骨が入るように丸してますが、橋本先生、どうでしょう、えっとまあ。両方同じようにということですあの、一緒に入れてしまっていいと思うんですね。すねはい、木曽先生どううでしょう そうですね、あの、肋骨も基本左右対称であれば、あの、日には影響しないと思いますので、大丈夫だと思います。一例、あの、肋骨骨折があった方で、<laughs> ホットスポットが入っちゃった場合、ちょっと老用を取るのに、あの、難聴した方はいますけれども、そういう影響がなければ、あまり気にされなくてもいいんではないかなというふうに考えております。 私、こういうロイ書いたことがありますね。そこだけ避けて、こうなんだ <laughs> であります。はい。ということです。それでは、あの、ちょっと時間も参りましたので、クエスチョンの方は終わらせていただきたいと思います。それ最初あの、クロージングリマーク代わりに、ちょっと、スライド、先ほどのスライドにちょっと戻らせて、紹介、あの、学会そのものの紹介を少しさせていただいて、最後のクロージングにさせていただければと思います。 本日はご参加いただきありがとうございました。本日のセッションは、米国心臓核医学会と日本心臓核医学会の共同で行わさせていただきました。アスニックの方、米国心臓核医学会アスニックと言いますが、他にも、え画像診断のウェビナーなどを企画されていらっしゃるようですんで、こういうふうに参加していただければと思います。また、えー、っと、よいしょ。 えー、2021年のアスニック全国大会、全国というか米国大会開発されますので、皆様、えー、どうぞ積極的なご参加をいただければと思います。アスニックの方ではこういう、えー、ツイッターなども行っていらっしゃるということでございますので、えー、よろしくお願いします。また、あの、本日これ終わりますと、えー、ポップアップのような形でサーベイが来たり、えー、あと、えー、メールであの、今日のセッションどうでしたかとか、まあ、ちょっとしたクエスチョン、知識チェックのクエスチョンみたいなのが メール内紙はポップアップのような形で出ると思いますので、えー、ぜひご協力いただければと思っております、えー、それでは、えー、ちょうど時間ちょっと4分ほど過ぎてしまいましたが、えー、本日の、えー、リードウィズエキスパートウェビナーにご参加いただきましてありがとうございました、えー、それでは本日のウェビナーをこれで終了させていただきたいと思います Now we are now closing the today's webinar Thank you for joining our、uh, international collaboration with usNIC and j u s t i c